懐かしくて嬉しいっていうか、会うだけでなんか泣き合っちゃいたいような、なんか素敵な人たちがこんなにたくさん集まられて、今もそうですね、生産所前の生徒から来たんですけど、もう本当に本当に命を守りたい人はみんなここに来てほしい、みんなここに来てくれていいね、みんなほとんど 99% の人はその思いを持ってると思う。私たちはそれを自信を持って、まだこれから何日続くかもわからないけれども頑張りましょうね。本当に皆さんに心から応援したいです。拍手を送りたいです。もう一番私の懐かしい場所になるような気がします。なんかこの中にいる人もちょっと前まではこういうことやってたりとかしてないのかね。なんで急に変わるわけってすごい悔しいです。だからその意味でちゃんとせっかく私たちが大多数の支持を持って民主党政権を送り出したわけだから、でその時のその民意というものが実現されてないということに対しての大きな怒りを込めて、この今のこの時点を頑張らなきゃいけないと思います。もうほとんど答えが見えているのに、無計画がもうこれ以上いちいちも先へ進むことができない、追い詰められた状況にあるということは分かっているはずなのに、それをきちっとクールに受け止めようとできない人たちはもう本当に足に土台がないような状態だと思います。だからみんなにどうしよう、どうしたらいいかしらね、どうしたらいいちょっとマイク外しますけど、中村哲さんはやるしかないって言ってます。哲さんもここに来てよって言ったら、俺は危険すぎる。なんでみんな持って行かないのみたいな。まあそれを置いといて。でもこれから今日福島の方もたくさんいらしていると思うんですけれども、長い時間、もちろんこの大井原発再稼働の問題はこの数日間の緊急課題ですけれども、命を育む私たち今日女性が圧倒的にたくさんここに集まっているんだけど、大切に時間かけてでも必ず次に生きようとする人たちが堂々と自分自身に自信を持って生きれるような社会を作るように頑張りましょう。鎌田忍さんと一緒に福島歌語りという CD をね、昨日より送り出した、インディーズの CD があります、数枚持ってきているんですけども、後で福島から来られた方に差し上げたいと思いますので、皆さんで聴いてください。拍手をいただきました。皆さんと共有しましょう。まもなく甲子園の、ありがとうございます。響け全国にこの加藤徳子さんの歌を広めたいと思います。どうもありがとう、ありがとうございます。お忙しい中本当にありがとうございます。はい、これから出てまいります。もしよろしかったらお迎えいただければよい100倍だと思います。はい、どうですか、またマイクを見に来て、今日のこの時間の感想など、はい、どうぞ。皆さん、こんにちは、ご苦労様です。私は、この命たちの悲鳴が聞こえるという、最近出版された本を、ぜひ皆さんに一人でも多くの方が出ていただきたいのでマークを取ってしまいました。ここには黒田さん、黒田節子さん、佐藤幸子さん、椎名千恵子さん、武藤瑠子さん、女性たちが本当にこの対談してるんですけど、もう息が詰まるような思いで私読みました。皆さんぜひこの本を
一冊でも多く皆さんが読んでくださることを心からお願いしたいんです。そしてこの方たちが先頭に立って福島原発国訴団結成したんですね。それもやはり的にこの大事故を起こした人たちのやはり責任を問っていくこと、とても大事だと思います。ですから責任の所在をはっきりさせていく、そういうこともやはり脱原発そして廃炉に向かう、そういう具体的な戦いの一つでもあると思います。皆さんぜひこの本をお読みください。そして微力ですが、私もこの、福島原発国訴団の戦いを応援していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。こうした命の立場に立つ熱い思い、温かい思いがつながっていけばいいですね。 70%、80%、 先ほどの加藤さんのメッセージは本当の人が国民はもう嫌だと、原発は嫌だと言ってるはずなんです。もっと目に見える形にしていきましょう。ちょっとごめんね、そこに、ね、もらってください。どうもありがとう。私もそれ、おいえんが動かすのでしょ、全然ダメだよ。もう見てるから何か抱えつけ大成功でした。と加藤文子さん、ありがたい話です。村田さんおいえんが反対評価なんだ。今日これの中に演奏何か弾きます。いやでも譜面はないから私も何はあギター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 ギちょっと C の音だけもらえる。あ、C。どの。これは C。C。どの。どうぞどうぞ。今度これを CD のね、この譜面をね、送りますから、あ、持ってくるんですよ。これを送ってもらうと語りができたんですよ。ああ、そう。ちょっとね、君の手が出ないから、ね、あなたは見えない。ラボの時代者の人に引くのに、すごいよ。すごいよ。ああ、ごめん。ああ。
難しいね。それじゃあこの最初の曲ってこれアカペラで歌うような歌じゃなくて皆さんもご存じない歌だと思うんですけどちょっと和合良一さんがお書きになった詩に伊藤康秀さんっていう曲を書いた。それが去年の4月26日のツイッターに発信されてすぐそれを読んで彼が書いたんですけどちょうどチェルノブイリから25年という日に当たっていたんですけどね、せっかくだからあなたの あなたに貝殻をそっと手のひらに渡したい。そしてそっと悲しみを私に渡してほしい。終わらないこの星のこの星の悲しみを思っています。悲しみをあなたを思っています。命よこの星よりも重たい命の儚さを知って泣いているあなた、私も共に泣きましょう。共にあなた、あなた大切なあなた、貝殻をそっと手のひらに渡したい。そしてそっと悲しみを私に渡してほしい。そう渡してほしい。They say, I'm a dreamer.
界中に手を振る命をただ大切に生きている人たちがいる。国なんてどこにも本当はないんだ。誰かのために殺されたり殺したり、そんなことを要求する国は本当にはないんだよ。心で想像することはそんなに難しいことじゃない。そしてみんな自分の生きる自分の家族を愛し、自分の暮らしを愛し、命が途絶えることを祈り、そういう人たちばっかり世界中にいるんだ。そんなことは夢の中のことだとあなたは言うかもしれない。でもそう思うのはあなたし、私一人じゃない。ここにこんなにたくさん集まってる。そしてそういうあなたもいつかそのように思うようになる。その時に世界は一つになる。いつか世界はそうして一つになる。そのためのそのための集まりがここにあると思います。今日はここにいさせていただいてありがとうございます。皆さん心から応援の拍手を送りたいです。福島に世界中の人々が幸せを祈って集まってくる。福島はハッピーアイランド。世界の人に幸せとは何かを思っていただく大きなきっかけを作る場所だと思います。本当に頑張りましょう。世界に声を発していきましょう。本当にありがとうございました。なんというグッドタイミング。みんな頑張ってくれてありがとう。私ね、大きな味方がついてるかもしれない。最後の私にガッツまた頑張れる、また頑張れる。今日このまま行こう。はい、それでは皆さんの方向を一人一人行きたいと思います。誰が先かな。全員いい内容だったよ。あ、そう。はい、じゃあ恵子さん行きますか。はい、はい、私は福島から来ました佐々木恵子と申します。弁慶の恵子です。今は内閣府の中で進行を務めました。相手はですね、大物とは言えない方ですね。残念ですけど私たちは全員大物だと思って駆けつけたんですが、で、ゲートのところで10人いないかとかね、マスコミがなんたらかんたらとか、いろいろ時間が30分以内だとかいろいろ言われましたが、そこだけは突破しました。人数も18人、20人マスコミも入った。マスコミも随分入ったし、それから時間も1時間ね、1時間ぐらい、はい、彼らはストップ止めさせられなかったと思うんです。それはなぜなら一人一人ものすごい真剣になって話したんです。涙ながらにお話しした人もたくさんいました。本当に一言一言が重い言葉だったし、心からの言葉だった。でも私彼らはですね、一人は大臣官房総務課調査役佐野吉弘さんという方がお一人、あともう一人だけなんです。内閣府大臣官房総務課調整第一係長市村豊和さん、このたったお二人が私たち20人の思いを受け止めきれるはずがありません。終わった後もですね、ただ単に聞き捨てればいいっていう気持ちで多分いらっしゃったのかなって思うんですが、感想をお聞きした時にですね、内閣総理大臣に直接、伝えていただけるかって言ったら、直接ではない、
それで一応自分の衣装を伝えますけど、この要請書もね、要望書も出さないみたいな言い方したんですよ。でこれはその言葉一言聞いただけで、あなたが単なるガス抜きみたいなね、そういう形でいらっしゃるんではないかって、またそう攻撃を受けまして、彼らが喋ると私たち20人がわーってまたね打ち消すように喋り返すという。でも決して暴言暴力は入ってません。そこだけは誤解なさらないでください。私たちは過激派でもないし、特殊な女たちでもありません。ただ思いを思いっきり伝えたっていう、それだけのものです。で一人一人これからお話ししてもらいますから、どの点を一番訴えたかということを端的に言っていただければいいと思いますけど、まあ、私はですね、総理大臣野田佳彦さんはどこを向いてるんですかと、私たちの方を向いてませんと、福島を見てません、学んでません、そういうふうに言いました。で、私たちの総理大臣として恥ずかしい、世界に向けても恥ずかしい、即刻やめていただきたいという思いです。なぜなら再稼働、あれはもし決定したら国民を奈落の外に突き落とすということにつながりますということも言いました。でとにかく、そんな愚かなね決定はしないでほしい、だから責任を取れない薄っぺらな言葉で、ごまかさないでほしい、演説はうまいかもしれないが何にも心に響いてこないっていうようなことを言ってきました。国民はそれをもうみんな見抜いている、見抜いてますと、そういう言葉で、言ってきました。で私は教師だったって今は退職してますけど、子供たち、何の罪もない子供たちにこんな大きな負の遺産を与えたくないって思いで私なりにやってきたんですけど、残念ながらこんな結果をやって、私自身の非力さも反省しながらですね、今後この自由になった身と心とあらゆる可能な限りライフワークとして、脱原発反原発運動に関わっていきたいと新たに今日は決意を強く しました。どうもありがとうございます。あと決まるかといけば、まだ向こう側にもいるか、最初に国連前で野田首相を表物呼ばわりした佐藤幸子さんというふうに自己紹介をしてから話をしました。で今まで男社会で男が政治を取ってきたからこんなことになっちゃったから、福島からこれを正すために女たちで押しかけましたというふうに聞きました。このまま男が行動する際で政治を続けるならいらないと、男の政治家はいらないと、女がやるから任せなさいと、そういうことを私は前にしました。子供を守るためにはそのくらいのことをしてほしいということでお願いはしました。はい、以上です。郡山の黒田節子です。思い出しましてですね、私はやっぱりもう気持ちがいっぱいになるとなかなか物が言えなかったりして、でも皆さんの発言を聞いただけで本当に胸がいっぱいになって、思い出すことはですね、要するに子どもたちはもう時間を争って避難させてくださいと、チェルノブイリの例を言ってでもね、もう3ヶ月、例えば3ヶ月単位の雇用という形でもいいから、そういう制度を作って早く子どもたちを被爆から避ける制度を作ってくださいというのかと言ったと思います。それからお金の使い方でですね、もう今もしかして本当はそんなことはないんだけど、お金の使い方によってそんなお金は絶対出るはずなんだけど、お金が足りないんだったら世界中からお金を借りて福島のこと子どもたち私たちを雇用させるために、避難させるためにお金を使ってくださいと言いました。本当にね、福島からの人たちみんなもう素晴らしい人たちで、会うたびにみんなたくましくなってきて感動してます。これからもっともっと福島の女たちたくましく、そしてどこに行っても堂々と発言できるようなね、そういう、もう背景にはみんながいるわけですから、福島の女たち子どもたちみんな不安な思い抱えて日々暮らしている、そういう人たちの中で私たちがたまたま動けて、たまたまちょっと喋ったりすることが
そういう本当にこう私たちの背景には何百人何千人がいると思って発言してきました。こういう機会をどんどん作っていきたいと思います。ありがとうございます。山の中でひっそりと暮らしてました。そんなにたくさんも電気を使わないでひっそりと暮らしてました。今本当に生きる希望も何もなくなってしまったんですけど、どうやって生きていいのか、何のために生きていいのか分かんなかったんですけど、たった一つやっと気がついたのは、汚染されたところで生きるっていうことは本当に辛いことだっていうことを気がつかない人に伝えること、そのことだけで私はもう少し生きていられるかなって思いました。ですからこちら側にいる人たちに言うことは何もないんです。そこに立っている制服を着た人に私お伝えしたいなって思うんです。多分皆さん経験したこともないかもしれないけど、このまま原発続いたら皆さんもいつかそういう目に遭います。皆さんも大切にしている人もそういう目に遭います。だからやっぱり原発はいけないんです。本当に難しいことは分かりません。でもそのことだけは私はこの短い間によく分かりました。だからそのためにもう少し生きています。だからどうか少しそういう人のこと聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。伊達市、福島県伊達市両前町から来ました、相田と言います。私は何を言ってきたかっていうと、電気が足らない足らないって煽ってるけれども、使い放題の生活をしてたら何でも足らなくなるのは当たり前であって、政府がコンビニは10時から4時まで閉めちゃうとか、自販機は半分なくそうとか、電気を少なくする生活、人間が生きていける生活を取り戻すために国民は何でも協力をする、覚悟は決めてるのに、なぜ野田さんが責任を取るとかいう一言、責任も取れないくせに責任を取るといういつもの常套句で国民を丸め込んで大井原発を再稼働させるのか本当にわからないと言ってきました。日本は福島は本当にひどい目に遭ってます。みんなバラバラになってしまいました。生活を楽しむことができません。家族さえバラバラな生活です。本当にこんな恐ろしいことをも大井原発再稼働でまた他の地域に同じようなところを作ってはいけないと思います。私はやっぱり原発は人間の手に負えるものではないので、本当に全部廃炉するまで戦います。皆さんどうもお疲れ様です。ありがとうございます。福島市で育ちましたゆきこです。私が行ってきたのは先日野田総理が自分の責任を置いて再稼働をすると言ったけれども、東京電力福島第一原発事故の責任を一体誰が取りましたか、誰が取ったんですか。不思議なところ、出てきたお二人は、そのまま黙り込むだけで、誰も取っていませんよね。誰も謝ってない。誰も謝ってないし、誰も取っていない。責任のあり方というのは、まず本当にこの今までの原発の政策というものを反省して、そして福島のこの状態というものを改善する、もう疎開をさせるとか、賠償をする、課題をする、そういうことを全て果たした上での話であって、全くもって再稼働なんていうものはありえないんですということを訴えてきました。でまたやはり先ほど恵子さんからもありましたけれども、出てきたお二人は矢面に立つ係というような感じで、あまりピンときていないようでした。こちらとしては皆さん本当に切々にもう感情を押し殺して、でもやっぱり涙をこらえきれなくて訴えてきたわけなんですけれども、
あ、そういうのはちょっとピンときてらっしゃらないなというふうに思ったので、まあ、終わってもう時間持ってますというふうに言われましたけれども、で最後あの本当に、まあ、私たちの後ろもう今来れてるだけの人が来ているだけであって、この後ろにはもう200万人の福島県民気持ちがこもっていて、そして今この気持ちも本当に皆さん1万分の1ぐらいの感情に抑えていってるんですと、それをぜひあの考えてください。そしてその、まあ、お二人もちろんその総理に伝えることはもちろんですけれども、お二人の家族、友人、同僚、周りの人にもうこの福島でこんな風に思っている人たちがいるんだということをぜひ伝えてくださいというふうに伝えてきました。最後は少し顔つきも変わったので、その辺の気持ちは伝わったかなというふうに思います。以上です。自分が今日あの向かってあの話している相手が本当にあの皆さんの私たちの税金をもらってね、あの暮らしてる給料もらってる、税金から給料もらってる人間なのに本当に人間なのかしらっていうね、もう本当どの世界の人かしらみたいなね、全くなんか自分たちのこの真剣な誠実な訴えを何だと思って聞いてたんだろうみたいなね、最後はそんな状況になりましたけども、でも本当にこう皆さんの一人一人の、 あの訴え、本当に涙ながらに真剣に訴えてる、本当に女としてこう命を産んでね、育ててで守っていくっていうね、そういう役割を持ってる私たちの本当に仲間 の、 あの力っていうか、ものすごくあの これが本当に世の中をね変えれる力になるなって、この人たちとなら一緒にね、とことん戦って絶対もう大会ごととか絶対入るまでね持っていける、本当にそういう確信持ちました。ありがとうございます。福島市から来ました高橋と申します。もう絶対再稼働を許しちゃならないっていうあの 思いでこちらに来ました。であの何人かに声をかけてきましたけども、みんなあの仕事で残念ながら来れないということで4人の仲間と今日参加いたしました。で私はあの当たり前の人間って何も贅沢言ってるわけじゃない、本当に当たり前の生活を望んでいる、それが今は福島市ではやることができないんだ、人間らしいこれまで行ってきた人間的な生活がもう保障されないような、そしてまた保障しようとしない国の在り方に対して怒りを込めて話をしました。で私は以前経済産業省への申し入れと今日の申し入れと初めて2回経験するわけなんですけども、福島の田舎にずっといて初めてこういった東京の中でいわゆる権力の中枢といわれるようなところで話をするわけなんですけども、あこういった人たちがこの今の私たちのこの国を動かしているのかというふうな思いを持つと、もうなんていうか何とも言えないね怒りが込み上げてくるわけなんですね。でやっぱり東京ってこういった人たちを生み出している、またこの原発を生み出している、あごめんなさいね、ここの空間では2回来たけどもここじゃ何も解決しないっていう、なんていうかそういった歯がゆい思いがしました。だから私たちはもっともっとここで怒りを出すんだけども、この原発を生み出していた社会、こういったことを平気で国民を守れないような政治が今続いている、そういったところなんとかってみんなのこの力で変えていきたいというふうに改めて思いました。でそれが福島の女たちはできるんじゃないかというふうな確信を持ちました。福島市から来ました小松と言います。誰でも持ち合わせていた健康、命を損なわれてしまったことが残念で悔しいことを訴えてきました。原発を再稼働させることは福島第一原発事故を再び起こすということです。で大井原発の再稼働は絶対しないように訴えてきました。以上です。皆さん今日はお疲れ様です。ありがとうございます。でもこれは第三者はいないんです。今私たち福島だけではなくて日本全国の人たちがその量が2つだけで
内部被曝しています。それは確実です。放射能がばらまかれているわけですから。でも私たち福島は一番強い日に福島にいたわけなんですね。そこへさらに追加点があるということなんです。なのに安全な飲み物がない、食べ物がない、山がない、海がない、魚がない、野菜がない、そういう中でいろいろ探して探しますが完全にはどうしても無理です。そういう状況です。でもこれは皆さんの問題です。で、町田市でも、小さいお子さんがね被爆なされていますよね。鼻血とか手とか繰り返したりして、首都圏も私は同じだと思います。もう危険です。それで私は今日は皆さんのお話を、これ皆さんお話してますが、福島でねそういう天井の高いところで生活してるってことはこんな短い時間で話せるようなものじゃないんですね。ほんの一部を話してるんです、みんな。で、私も本当にこれ口に出すのは辛いんですが、これで3回目なんですけど、やっぱり例えば子供がねもう1年経ちました。誕生日おめでとうって言った後に、わかりますよね、背が伸びました、背が伸びたよって言われてよかったねって言った後にどうしても涙がこみ上げますよね。そういうふうな状況ですね。それでやはり子供のことを考えますと、音楽が自分で音楽を聴くことがもうできないんです。書けません。それをね、子供っていう言葉を発するのもね怖いんですけど、子供のことを思うと聞いちゃいけないと思うんですね。聞いてません。で、今日彼らに言ってきたことは、原発とはそもそも何なのか、再稼働とは何なのか、大井原発の再稼働とは何なのかということですね。それがどうして許されないのか、準備のない再稼働っていうのは 3.11 福島への道だということなんです。そしてそれらは皆さんがご存知のようにいろんな問題があります。原発原子炉がそもそも極めて危険なね欠陥のある原子炉だってこと、だったってこと、それから水位計をね飲み方を知らなかった。その水っていうものは労働にとってつきものです。でも原発とかそういうものに水があっていいですか。命に関わるわけです。そういうものをね作ったわけです、原発を。じゃあ何のために、核兵器をね作るためにですよね。それは大量殺戮兵器ですよね。同時に無差別の殺戮兵器なんです。そういうものが人類と相入れるでしょうか。絶対相入れません。だから私たちは福島は手始めに落とされたというわけですね。そして考えてもいてください。核分裂って何でしょうか。爆発そのものですよね。核爆弾にしか使えないものなんです。そうですよね。それでそれをね、それで私学校的にはちゃんと分かってるわけじゃありませんけれども、ちょっと新聞で読みかじで、その分野っていうのは極めて未熟なものであって、その証拠に世界中に制御するも、する方法がねないじゃありませんか。ないですよね。だから福島の事故は起きたんです。何千回と起きてるんです。制御できない、するものがないから起きてるんです。そして大きな事故が数十年に1回起きてますよね。チェルノブイリ、スリーマイル、で、スリーマイル、そしてスリーマイルで福島ですよね。で、だから要するにそういう準備のないものをね、準備のない原発なんです。だから事故が起きたんです。だから準備のない大井原発の再稼働は必然的に事故につながるんです。だから許しちゃいけないんです。第3党はいないんです。みんな不安にしてるんです。で、仮に誰かが癌で亡くなったとして、そ
その放射能の影響だとかすることが証明されないだけなんです。100ミリシーベルト以下は証明できないって、証明でされてないって、証明されてないってことは証明されるってことで意味がありますよね。ありとあらゆる嘘をつき私たちを騙して、その結果はこういう結果になったわけですね。でそのことを私は伝えてきました。だから共に私たちは本当にね一緒なんです。 99% なんです。 1%地球は保たれていることをもう一度学んでほしいということを強く訴えてきました。ここにいる私たちももう一度そこに感謝して、やっぱりいつもいつも生かされているということをやっぱり本当命で感じていきたいなと常に思って、動物たちの姿を見るたびに私の場合は涙が止まりません。愚かな傲慢な人間たちの姿を見るよりも動物たちの姿を見ていると申し訳なくて済まなくて、ね、今後はできたらいいなといつも猫と戯れてる日々ですけど一緒に被爆もしています。そのことを伝えてきました。今日は本当ありがとうございます。私は福島県の双葉郡の富岡町に家があります。今日の申し入れで対応に出た方に、私は福島県双葉郡富岡町から来ました、そこに家があります、であなたはその福島県双葉郡富岡町を知ってますかと言ったら、申し訳ないけどわからないと言われました。これは珍しいことでもありません。愛媛県に行った時にも愛媛県の原子力関連員の人に、その地名を言いましたら存じ上げないって言われました。茨城県の安全委員に行った時、さすがに隣の県ですのでその人だけは知っていました。原子力安全委員がこの程度です。柏抜きの方に去年の 3.11 以降双葉郡の町民が避難した、その先が柏崎だった。柏崎に避難した人が柏崎の子供たちが首に何か下げているので、それは何ですかと聞いたら、これは原発があるからね、もし原発に何かあった時のための安定用補材だって聞いたそうです。でそれを私は愛媛県の安全委員会の人に聞きました。柏崎の子供たちが首に下げているものは何でしょうか、あなたは原子力安全員であればご存知ですよねって言ったら、しばらく返事がありませんでした。わからないんですかって催促したら、小さな声でこそっとサーベメーターって言いました。小さな子供が首からサーベメーター下げてたら骨折します。首から下げていたのは安定用素材だったんですが、そんなことも知りませんでした。その程度の知識の者がこの国の原発の安全を高田取っているのかなと思ったらがっかりしました。私は今中通り、福島では浜通り中通り会津地方とあるんですが、私は浜通り、原発の事故で住むところがなくなりました。10ヶ月間そのことばかりを思って、まだローンが残っているうちのことを考えて何もできないで、テレビと新聞と報道誌だけを読んでおりましたが、今から3、4ヶ月前に中通りの福島の女たちと知り合って、私たちも大変だけど、でも放射性管理区域のようなところで一生暮らせと言われている中通りの人たちの方が大変だということを知りました。なので私が双葉郡に土地を買って家を建てたことはもう諦めました。人間にはやっぱり運命というものがあるので、私があの時にここに土地を買って家を買ったことは運命だったと思って諦める。それに娘の会社の上司に言われましたのでね、お前ら福島の人間、原発のある町に住んでる人間たちはだって金もらって原発引き受けたんだろうと言われました。調べましたら、年に1回毎年10月20日に福
島県多分上岡町で1万1196円もらっておりました。なので私はその1万1196円を19年間もらった責任として、土地もうちも諦めるから、だから野田総理とか第1回電力会社に原発諦めろというようになりました。私の息子は原発の作業員です。その私が原発反対運動をしているその息子が、原発はやっぱりこの日本にはいると言っておりました。長い間それで揉めておりました。今も連絡は取っておりません。でもこうして私が喋っている姿をネットで見たその息子が、どうしてお母さんが首相官邸前で喋っているのだと妹に電話した時に、お前が日本の経済のために原発必要だなんてわけのわからないこと言うから、お母さんがああやって投票に行っていろんなこと言うようになったんだ、妹からそう聞いて、息子は俺だって原発で働いてる、俺だって原発作ってるメーカーとか科学者だって、この日本でまだ原発は間違いだということは分かってんだよ、分かってるんだけど、自分たちがやっぱり原発で働かなければならないのは誰もやる人がいない、一旦足を踏み入れたら自分たちは原発作業員として終わるしかないんだと言ったんですね。で、その息子が最後に言いました。お母さん頑張れ、だから頑張ってます。今日は、言った言葉は、お前たちよく考えろ、中通りの方がいっぱいいろんなことを言ったことに対してよく聞いてよく考えろ、頭は帽子の台じゃない、言ってきました。こんにちは。福島県の田村市というところで有機農業を約30年やってる大河原と申します。今日はお天気がいいので夫はトマトを植える準備をしています。私たちが有機農業という形を選んだのは、安全で安心な食材で子供を育てたいと、そういう願いだけでした。それが今回汚染されまして、毎日この人参は何でくれたんだろう、キャベツは一回よやいた方が高校生の子供に安全かなとか、そんなことを考えながら食事を提供しています。この感覚ですね、あなたたちには分からないでしょうと言いました。政府の方に分かってもらえるはずないんです。どのくらい福島にいらっしゃいましたか、私たちと同じ空気をどのくらい吸いましたか、そういうふうに尋ねました。だから多分今大井原発を動かそうとしている人たちに、その福島の人間のこの何とも言えないこの閉塞感というか、言葉にならない辛さですね、悲しみ、分かってないんですよ。だから私たちはもっともっといろんなところでですね言うべきだと思います。そして何人かの方がおっしゃいましたが、やっぱり原発は男社会が作ってきたものだと思います。科学者っていう人たちがね、やっぱりやってみたいんですよ、自分たちの研究成果を。それを金儲けに利用してきた男の人たちがまたたくさん絡まって、でこんな社会も絶対残せないと思います、子どもたちのために。ここから先私たちは大変な犠牲を払ってそれを学んでいるはずなんです。それがなんであの人たちにはわからないんだろうと改めて今日思いました。頑張ります、皆さんも頑張りましょう。ありがとうございます。郡山市から来ました橋本亜希と申します。私は今訴えてきたことは、去年たまたま1月末に初孫が生まれまして、その孫を養子にされたみたいな感じで、やはり親子は一緒に住むものだっていうふうに私は思ってるんですけど、こんな理由で子供たちを外に出さなきゃならない事態になっちゃったっていうことをどう責任取ってくれるのかっていう感じで言ってきました。それとあとやはり福島県の今そういう子どもたちを今疎開させるとかそういう運動ちょこちょこっとあるんですけど、国全体としてはまだ起きてないんですね。やはり私はこれから日本を背負う子どもたちを一番最初に大事にしなきゃなんないと思います。
今ここにいるのは皆さん私と同じぐらい50過ぎぐらいの私たちはやはりあのかなと思うんです。ごめんな若い人もいるんですけど、やはり私たちがやはり今 の, あの小学生子どもたちはもう本当赤ちゃんから子どもたちを守らなきゃっていう感じでもうちょっとこう一丸になっていかなきゃなんないんじゃないかなと思います。それであのやはりあの今野田市長の言ってることはやはりあの何でも私が責任持つっていうことを軽々しくあまりにも言ってるなっていうことで、私が責任を持つっていうことはあの人たちはただ政治生命が絶たれるっていう、そんな政治生命をかけなくてもいいから、この大いを今福島県を見て今大いをこう止めるべきだっていうのに政治生命をかけてほしいと思います。今特に市長さんもいますけども、本日は各地方ばかりじゃなくてもう全国民もそうなんですけど、今の政治家の皆さんにもぜひそういう感じで再稼働しないでほしいということで思います。あと今日あの福島からということで今ね他方面からもいらしてると思うんですけど、やはりここには大井の人たちも何人かいたらちょっとお話聞きたいなと思いました。すいません、また余計なことですけど、そんなことでありがとうございました。あとのこちらですね、はいはい、あの一つはあの福島自動車にあといただきます、はい、またじゃあいよいよ福島みずほさんおいでになっておりますので一言いただきましょう。どうも皆さんこんにちは。今あのおっしゃった通りで野田総理は責任を取るというけれど原発事故に責任など取れません、だからこそ大井原発を動かさないために本当に力を合わせたいと思っています。まあ、国会の中では今子どものことを話してくださいましたが、避難の権利も入れた、被災者支援法を超党派でしかも中身を良くして成立させたいと頑張っているので、それもぜひ応援をしてください。で大井原発再稼働に絶対に反対です。安全性の担保は何もできていません。耐震指針も見直しがされていません。保安院も原子力安全委員会も安全だと言っても全くこれは信用できませんし、科学者たちは異議を言っています。で私もあの大井原発に行きました。ベントもないんです。あのベントもなければフィルターもないんです。ベントもないからこれから格納容器の中にフィルターを入れてベントを作ると言っているんです。だからまた免震事務棟もありません。福島では免震事務棟あってもちろん問題はありましたが、免震事務棟もない。国定公園にこれからボーリング調査をして免震事務棟を作ると言っています。で津波対策もこれからかさ上げをしますと、防潮堤のかさ上げをしますと言っています。つまりこれからやるということなんですよ。これからベントをつけますよという話をされて3年後につけますと言われても、じゃあこの3年5年の間に万が一事故が起きたら本当にどうするのかと思っています。で民主党の中でも117名、原発再稼働反対の署名をした人たちがいます。国会の中で、超党派で一人でも多く仲間を増やして原発再稼働をさせないために頑張ります。でも首相官邸はそのことを重く受け止めるべきです。みんなの不安と福島の声と二度と原発事故を起こしてはならない、ふるさとを失う人たちを救ってはならない、被爆について責任が取れる政治家などどこにもいません。だから首相官邸はそして4大臣は命を守る立場に立てということを国会の内外で叫び続け、でも仲間を増やして、頑張っていきますので、絶対に諦めないで原発再稼働をさせないために、とりわけ今週と来週が山場です。一緒に力を合わせていきましょう。頑張ります。女たちの報告終わりました。それでいよいよ団員に入ります。団員宣言、黒田節子。皆さんお待たせしました。いよいよ団員の時間です。ですね、最初にちょっとだけ、今日は女たちだけでやらせてください。男の人すいません、あの座り込みまではいいですけれども、女たちを守る形で、あるいはいろんなところで支援する形でよろしくお願いします。でも団員までして帰りました。団員の、中身の時間は10分ぐらいです。この時皆さん、ここは東京の
霞ヶ関というところのコンクリートではありますけれども、その下には地下鉄が通っているかもしれないけど、その下には地球があって、マグマがあって、その先にはどういう人たちが暮らしているでしょうか。ちょっと先には郡山の私の家族がいます。福島の友達が住んでます。皆さん、どんなことを想像しても自由なんです。いろんなことを感じながら LINE しましょう。そしてカメラを持っている方、このことを世界中に伝えてください。福島の女たちは平和に、最も平和的なやり方で再稼働をストップさせたいと思って第1位を始めます。よろしくお願いします。中途半端に寝てるってピクニックみたいだからさ。死んだふりだよ、死んだふり。そしたらね、ごめん、話戻らなきゃいけないけれど、加藤さんのこれを。戻らなかったら、ほとんどで邪魔な名前をお願いいたします。死んだふり。死んだふり。できんのか。あなたここ来て。はい、はじめとして、それにつながる全国の原発知らない女たちが大事に入りました。通行に戻ったら、何だと思います。これあの切りますよ。あいいね、いいね、これは寝ちゃいそうだよ。みずほさんを撮りました。全体でやっぱ機能がある人たちといて、チェルが応援障害といいね。カメラの中、人通りにね。こっち向いて。これ V なんてしたら怒られる。どうだよ、頑張れ。どうじゃないけど。死にました。ありがとう。死にました。近くわかる人お願いします。ゼロで入ってますが。これはいいショップだ。でもいっぱい並んでる。死んだつもり。ラインの原発放射能であるし。いや、もっとどっちでもやるじゃないですか。知らせてもらえるよ。あ、静岡県は今2度。こんなところで話してる。9月23日。それ来ますよね、文書で。来ますよ、ね。あれに入ってる。ラインしながら。大丈夫ですか？
か。ごめんね。水野さん、ちょっとこっち見て。あ、もう一回、もう一回、ごめん。行くよ。行けた？女たちのブログに載せっからね。この日の作者は9番星子さん。
Thank you.
長で処理できないことを私は知らせたことです。灰色のために再開する。ジョークだね、これね。時間を切るよっていうことだよね。反射踊りって行きますよ。今日もなんかできないの。はい、ありがとうございます。
て、ダン左すいません、ちょっと開けてください。開けてください。一言ずつ今日の感想を述べて終わりにしたいと思います。
日は皆さん本当にありがとうございます。福島の女たち、本当に怒りと悲しみと絶望と、この1年と数ヶ月、朝起きるたびに夢であってほしい、そういう思いで自分の体に鞭打つような思いで起き上がって一日を過ごしてきました。私の娘を米沢に転校させた後、私は毎日のように帰れなくなってしまって、娘は本当に学校にも行けなくなってしまって、本当は元の学校に戻りたいという言葉を聞いたときに、高専領地帯である自分の学校に戻りたいというその言葉を受け入れました。心の方がダメになってしまうんです。お母さんは自分の子供より福島の子供が大事なんでしょ、私がいなくなればお母さんの悩みが一つ消えるでしょ、私には言えなくてブログに書いてたんです。私がそれを読んだ時に、何をやってきたんだと、自分の子供を守れなくて何が福島の子供だと自分を責めました。でもやらなければいけないことはやらなければいけない、娘の気持ちも汲んで福島の子供を守るためには自分の娘の思いを叶えさせてあげることから始めるしかないと戻しました。娘に笑顔も戻りました。今娘は最後の部活で頑張ってます。幸いにも体育館の中の競技なので安心はしてるんですが、時々外でも練習をします。それでも娘の笑顔の方を今は撮ってます。1年間貯金をしました。娘は外に出て内部被爆をさせないように1年間貯金をさせてきた、その貯金を下ろしながら生活してるんです。そんなことを他の県の子どもたちにさせたくありません。もう二度と日本中のどこの子どもにも、世界中のどこの子どもにもさせたくないんです。そんなことをたったこんな願いが通らない日本って何ですか。今日最後に話を聞いてくださった人が返事をください、電話をくださいとお願いをしたら、何て言ったと思うんですか。忘れるかもしれないって言ったんですよ。最後にもうふざけんじゃない、もう一回小学校の勉強し直すかいって言いましたよ。本当にこんなことが日本の政治を司っている人たちがいる場所なんですね。本当にびっくりします。来るたんびにびっくりします。こんなことはもう私たちの代で終わらせませんか。子どもたちに胸を張って豊かな日本の自然を残してあげられる、そういう日本にしましょう。みんなで今日は本当にありがとうございました。皆さん、私たち福島の女の怒り、悲しみ、苦しみが分かっていただけたでしょうか。もう一番わからないのは野田佳彦総理大臣なんではないでしょうか。彼にこそ私たちのこの悲しみ、怒りをぶつけたい、そういう思いで今日私たちは福島からやってまいりました。そしてたくさんの女性たち、男性たちにも支えていただきました。ありがとうございます。で、今日内閣府交渉をした相手は先ほども紹介しましたが、田野義弘大臣官房総務課長調査役と、もう一人の方でした。で、彼はおそらく引き受けばよい程度の意識でいらっしゃったんではないかと思いますが、私たち一人一人の切実な訴えに補充ストップもかけられず、結局予定時間倍ぐらいの時間をかけて聞いてはくれました。でも最後は今幸子さんがおっしゃったように、要望書をちゃんと届けてくれますかと私に出しましたから、そしたら、いや要望書はどうか分かりませんが、とにかく
この、 事実は伝えますって言ってくれたんです。それでこの今日の隊員を中心となって企画してくれた黒田節子さんが、じゃあ10日後までに私に連絡ください、どう野田総理大臣がどういうお返事をくれるのかね、どういう事実を伝えたかお返事くださいって言ったらば、なんといって今幸子さんおっしゃったように忘れるかもしれないので、こっちで自分からは やらないかもしれないので、くださいこっち私たちの方に電話よこせっていう要求をしたんですよ。それで私たちは怒っちゃったんですよ。また彼らが一言言うごとにもう何を彼ら の、 その、 何把握度の認識度のレベルの低さ、これだけ泣いて訴えても伝わらない、そういう堅くならもう職務一筋上だけしか向いてないそういう人たちなのかと、あなたたちのような方には権力はあるかもしれないけど私たちの未来と命と何よりも子どもの未来を任せることはできませんって、言ってはきたんですけど、もう本当に悔しかったです。でも約束させました。とにかく、返事をもらいます。どのような伝え方して、野田佳彦総理大臣がどういう反応だったのかということをしっかり受け止めて、その後また私たちでどうするかをね決めましょうね。もう本当にいろんな辛い思いをして今日集まってきました。それで福島よりも、福島よりも線量の低いところは私は少し幸せでないかと思います。放射能をこれ以上汚染度の高いところを作らないでほしい、今それがささやかな幸せなんじゃないかな、福島は悲しいけれどももう悲しい現実、不幸な目に遭ってますけど、でも私たちはその中からでも希望を失わず何かやらねばならない、私たちに課された義務もあると捉えてこういうふうに今日もやってきたし、止めるまで何とかしようっていう覚悟で来ています。どうぞ皆さん福島を忘れないでください。福島を忘れたら日本は終わりです。どうぞ皆さん福島をこの苦しみ、それで声なき声、子どもたちの声、自然界の声をしっかり受け止めて、これからも皆さんと共に頑張っていきますのでよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。皆さん、今日はありがとうございました。福島の女たちはまたここで皆さんからのパワーをもらってきました。そしていろんな経験を積み重ねることに私たちは、私たちのやらなくちゃいけないこと、やりたいことがどん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 はっきりしてきていると思います。私たちはさらに、もう福島は諦めるわけにはいかないんです。それは理屈じゃなくて、ここで生活し、子どもたちが毎日お庭と生まれ、小さい子どもが手をつないで高いレベルの放射線の中で生活しているから諦めるわけにいかないんです。諦めていません。私たちはできる限りのことをやっていきます。私たちの力だけではもちろん今日のことだってできません。東京の人たち本当にありがとうございました。全ての人たち心から心からありがとうございました。またやりますので、どうか皆さん再稼働を止まるまで、そして世界中の原発が止まるまで皆さん共に戦っていきましょう。私たちはしなやかにしなやかに希望力でアクションを続けていきます。それでさっきの申し出の中でですね、結論は10日までに私のところに電話を入れてもらうことになっています。10日後に電話が来ることになっています。それはどういう内容か分かりません。しかしその内容を私たちでまた検討して次どうするかを決めていきたいと思います。また行くだって言ったよね。また来ます。もっと大きいところに大きな気持ちでした。国会議長でもいいと思います。弾丸のようにやってきて、弾丸のようにやってきて、嵐のように去ります。この力が日本を守り、人類の危機を救うためなら、私たちは一緒に。
おしみません。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。ずっとご司会という大役を仰せつかったんですが、大丈夫でしたでしょうか。ありがとうございました。本当に原発いらない福島の女たちから発信、全国の女たちへこれからも続いていきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。安藤どうです、男の強い強い愛を感じながら、ワクワクを受けながら進んでいきたいと思います。ありがとう、ありがとうございました。それを全部テキスト、コピーを取っといて、でテキストにしてもう一回送りつけるっていう。収納を開けてください。お願いします。はい、収納を開けてください。
あれ遅れるって言わなかったから、あでも急ぎますよ、でもね、あれを最初あのオープニングの時に、佐藤幸子さんと黒田節子さんにお話をお伺いしたので、あの今日 の, あの、まあ、どういう目的で団員をするかっていうお話は聞いたんですが、今日一日長いこと12時40分から官邸前に来られて、で内閣府に要望書を提出されて、でリレー投稿されて団員をされて、最後皆さんで締めのトークされましたけど、その一日を経て今のお気持ちを聞かせていただいていいですか。騙された役はまずね、私日本人として恥ずかしいと思ってます。これだけあれだけの福島原発事故を起こして、そこから学んでる姿勢が見えないし、世界にもしっかりあの言葉はチラッとは言ってるかもしれないけど実がないし、で最近 の野田佳彦総理大臣の言動は信じられません。何も福島原発事故から学んでない、もう再稼働なんてありえないですよ。もう原発稼働している限りいつ事故が起きるか知れないし、地震が来るかもしれないし、もう毎日私たち被爆者である福島の人たちはヒヤヒヤしながら生活してるわけですよ。もう崩れそうになってるんですから、1号機から4号機までは。だからもうそういう恐怖と、もうあの不安感の中で生活している私たちの悩みとかね、それから何よりも子どもたちに対するね、責任を福島県知事も果たしてない、だから国としても果たしてない、東電としても果たしてない、誰一人しっかり謝ってない、こっちを向いて謝ってない、あれからしても許せないですけど、だからそういう状況の中で、あの最近の野田総理大臣なんて言いました、最終責任は私ですとか、だから大井原発の安全はあの担保されましたみたいなことをおっしゃってるけど、何の裏付けもないし、で何の安心も裏付けがたあのされてないっていうのは分かるわけですよ。私たちさえもうあの防潮堤さえもできてないし、免震棟もないし、それからあのベントもされてない、フィルターもかかってない、それで福島並みの事故が起きても防げますなんてどの面して言えんのよって、もうあんな嘘百八のことを、恥ずかしげもなく総理大臣として私たちが選んでしまった、まあ、直接ではないにせよね、選んでしまった私は国民として恥ずかしいし責任を感じるし、子どもたちに申し訳ないっていう思いでいっぱいです。だからもう今日は来ました。あの毎週、まあ、今毎日ここであの原発再稼働反対の抗議行動が行われているんですけど、あの中でよく言われるのはもちろんあの電力が足りるからあの再稼働いらないという声も多いんですけど、やっぱり今日皆さん その福島に実際住まわれて感じている苦しみとかっていうその原点に戻って原発再稼働反対という思いがすごい伝わってきたと思うんですね、今日女性から。そうそう、またあの来られるっておっしゃってましたけど、東京に。あの今まで原発はね、政治の力で推し進められたんですよ。それも男中心主義のね、で後始末を知らない、これは吉武照子さんがよくおっしゃってましたけど、要するに責任を取れない、経済優先のそういうあのことで、進めてきたんですね。でも責任を取れないのにやる資格もないし権利もない、
でもなんか福島原発の責任誰も取ってないし、誰もその後始末してないし、もうさらに稼働なんかしたらもう今全部止まってますけど、止まった後の始末でさえ何のビジョンもないし手がつけられない状態に近いですよね。そういう中で再稼働なんてちょっと考えたってありえない話なのに、もう経済優先、このまんまだともったいないとか、何がもったいないなんですか。もうお金よりももう原発事故が起こしたらその何倍何百倍っていうお金がかかるっていうのはもう自明の理じゃないですか。そんなことをあのなんていうの、放かぶりしてね、ただもあの電力が足りないとかそんな言葉で、ごまかそうとしてももう国民は騙されないはずです。だから本当の国民を守る政策をぜひしてほしい。今は一部の人たちの方を向いたもう経済優先の命よりお金、で既存権益を守るための方に野田総理大臣は顔を向いてるし、目も心も奪われてるので、そういう総理大臣ならいりません。私たち国民の方に目と心をしっかり向けて、福島原発をもっとしっかり見て学んで、そこからいかにしてこの、 犠牲からまず福島県民を救ってください。子どもの未来をに明るい展望を与えてください。それからでないと本当の意味の日本の再生はないというふうに思ってます。ありがとうございます。今日暑かったんで大丈夫ですか。もうすべて原発よりいいと、放射能よりいいやと思ったらもう何も日焼けで起こるがもう後のことなんて考えてません。はい、もう訴えたい、分かってもらいたいっていうこの気持ちだけですね。女は強いと思う、揺れないし。でも本当に皆さん明るいし、でも怒ると本当鬼のようにな、ね、表情されたり泣かれたり、感情がものすごい高いですね。男はダメね、カラカラ出てこれないのよね。この木に及んでもかと思うとどういう風にしたらいいのかしらね。男は嫌いじゃないけど、でもね、そういうなんていうの、あの殻を破れない男はダメだね。あ、ごめんなさい、いらない。まあ今日ここに来た男性はみんな素晴らしいよ。今日お客さんどうされるんですか、これから。帰りますよ。帰ります、またありますし。覚えてるけど、中区入るときに一番あの優しくしてくれた職員さん。そうでしょう、あのね。そうです。ああ、さっき。もう、ありがとうございます。わざわざ来ていただいたのは、私たちは少ないんですよ、経験が。どういう対応か、ちょっと前、前後が見えないんですけど。あ、いやいや、てかさ、ほら、ダメとかね、言わなかった。まだちょっと気になかったね。ここはだって切る立場にないって、ここは管理者だよ。私はこの中の管理者。そうです。要はあの時ほら入る時に先10人しか予定してなくて、でしかもあのその時にカメラを運動ということはしなかった。どちらとの話ですか。いやいやいや、内閣府の中の、ここは記者会館っていうのは、あ、こっちか。内閣府は、だから、こっちが、ちょっと言うわ、言うわ、言うわ、ちょっと、最近だから右の人が出てくる。今映ってる。だけどいろんな人向こうに。またどうぞ。IWJ のゲギです。中継も電池もそろそろいろいろ切れそうなので、配信を切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
昔は。